こんにちは、直樹です。今日もね、積み木のためのエルデンリングやっていこうと思います。で、今日はね、ここの巨人たちの山麓、西側に行くために必要なワップとかの動画は私は撮っておりますので、それを参考にしてくださいと。で、これ編集しながらつけていくので、で、倒さないといけないよっていうような敵もいるので、まあそれもね、編集しながらお話します。ただ今回今作ってるのはかなりのショートカットなので、合わせてね、こういう感じになってるよみたいなのを参考にしていただければなと思います。おい、そしたらここを、まあここはね、倒しても倒さなくてもいいんだけど、まあ、倒しましょうか。はい。で、そしたらここに落ちていただくと、ポイッと。で、落ちていただくと、たまにね、ここにね、敵がくっついてくるときあるんで、で、ここね、はい、ここにもアイテムがありますと。で、そうして、縦軸っていうか、こう見ると、敵がいるので、そっちの方に向かってもらいます。ちょっとね、足場ずれるとね、普通に死ぬからね、私は、死んでるんで。で、ここのね、敵の倒し方については、こんな感じになります。ここのね、敵はね、上からもう倒してもらいたいのよ。こりゃ、ミスはまあ、いいとして。で、 できればね、これね、結構シビアなんで、こいつは厄介で、さっきになんかちっちゃい敵とかもいるので、で、おすすめはね、この、あれだね、ライカードを持ってるんであれば、これを、まあ、時間差ではあるけども、バンバン打ってるんで、っていうんでしょうね。まあ、ちょっと私はね、魔法寄りのポットにしてたっていう。あるんだけども、あとはまたどうぞ降りれば敵が出てくるはずなんで、ほら、これもね、倒してもらった方がいいね。で、なぜかっていうと、アイテム下にね、で、ここギミックね、えいってやってもらうと、なんか、はい、で、敵を倒したよねって話になったらば、もうこっからダッシュジャンプでもう無視、はい、昇降機いじってるのでね、で、ここもこう行っていただくと。で、ここを見に行った場合どうなるのかってお話は、出口に戻ります。はい。で、これボスはね、私初見なんだな、実は。あ、やべ、初見だから、ちょっとマジックポイントない。これでいいでしょう。で、とりあえず、あ、自分と同じ姿だ。おー、あー、やべ、同じ魔法使ってくんだ。これはちょっとあれだな、ちょっと魔法だと。あ、でもほら魔法は使うものの、これ母体だと、要するにタコ殴りにしてくれるのよ、私がこの体大好きな人っていうのは。あ、一応魔法、あ、ライカードの魔法使ってるわ。あ、やべえよな。で、なんでこの大好きかっていうと、ずっと使い続けてるかっていうと、ちっちゃい敵だと動けなくしちゃうんだよね。あ、でもやっぱり同じ魔法使うんだ。まあ、それだったらこっちも、まあ、魔法は何でもいいよね。あ、やっぱり自分が焼かれる時と同じ声。はい。ボス自体はすごい楽だから、このね、いつもの私の好きな骸骨で固めてしまえば何ともないと。あとは、まあ、剣で切るなり、ね、魔法で倒すなりすれば楽に倒せますよというお話です。はい、そういうわけで本日の動画はこれで終わりにします。おやすみなさい。